こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドでジャズ、メタル、トランスを作るというこのプロジェクトですが、A メロ 4-2 を作りたいと思います。A メロ 4-2 は、ですね、ハードロックの部分をコピーする形になります。はい。そうですね。ですから、91から、はい。またメモしましょう。91から106、合ってますかね。そうですよね。これで16小節ですもんね。これを147にコピーします。はい、これを順番にまたやっていきましょう。はい、順番に。はい、じゃあトランペットから。はい。91ですね。はい、戻りましょう、戻りましょう。戻りましょう。91。91から106。106。はい、これをボン、はい、できた。ここまでいくんですね。はい、わかりました。あ、しまったしまったしまった、間違えたぞ。はい、これは、ここにずらさなきゃ。はい。よかった。まだ選んでる途中で。はい。危なかった。はい。気をつけましょう。気をつけましょう。はい。今度は気をつけて。ここからですね。ここからですね。ここからフレンチホルン。はい。フレンチホルンも91から106。91から106。はい、ドン。はい、ぴったし。次。はい、ここからですね。はい、で、トロンボーン。91から、おっと、これが入っちゃった。はい、91から106。はい、ポン。はい、 OK。 次、チューバですね。まずはカーソルを揃えてチューバに行く。で、91から はい、できました。次、フルート。フルートはですね、フルートはですね、まあ、こっから持ってきてもいいんですけどね。はい、そうしましょうか。はい、フルートはこっから持って、まあいっか。じゃあもう同じことやろう。もう、はい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 、次、オーボエ。オーボエはどこからだったっけな。この辺だったっけな。ちょっと後で見よう。はい、91から見ましょう。オーボエ。1234。はい、1234、4からですね。はい、わかりました。はい、1234、4つ目だからここですね。ということはこれ一回伸ばしときましょう。ジャッと分かれないように。はい、で、コピペ。はい、 OK。 は
次、これも伸ばしときましょう。あらかじめ。はい。で、クラリネットです。クラリネットも91からなので、ここからですね。はい。で、カーソルをここに持ってきて、ほい、こんな感じですね。はーい。じゃあ次、バスーンのソロ。バスーン。おっとっとっと。これを伸ばしたかったね。よし。で、バスーンのソロ。はい。91から。バスんだよ。はい。はい。OK です。次。ストリングス。はい。ストリングス。大事な大事なストリングス。はい。これも91から。おっと、バスになってる。91から。はい。はい、ここからですね。一番低いところから。はい、バイオリンってこんなところまで出るんですよ。ギリギリですけどね。はい。ギリギリで出してますけどね。バイオリニストきつそう。はい、次。バロックオルガン。はい。バロック大好きなんでね、僕。はい。はい、これもすっごい低いところから足で踏んでるんで、はい、こんな感じですね。もうただの効果音ですよね、ここまで来るとね。はい、釣りました。次、ボーカル。はい、ボーカルはこれも一応同じところから持ってきますか。あれ、よいしょ、同じところから持ってきますかね。はい、はい、次ピアノ。はい、おっと、この辺ですね、この辺ですね。はい、細心の注意を払って低音からいきますよ。よし、入ってる。はい、オッケー。次、ハープ。ハープは2回入ってる。2回入ってる。そうだ。テケ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 テ
そうだった。だから、1、2、3、4、5、6、7、8、これでやってるな。よし。はい、97から。97から。あ、91から。で、実際に出てくるのが97から。はい。はーい。いきます。はい。こんな感じ。はい。ぴったし。ぴったりだ。いいぞ。はい。次。マリンバ。はい。マリンバも一応同じようにやりますか。ね。まあ、同じなんだけどね。はい。広く取るよ。はい。ポン。はい。次。ビブラフォン。はい。同じことをやります。
次、こと。はい、ことも。このあたりですね。はい、広く取りましょう。あれ、これことになってない。はい。ことになってない。はい、これですね。はい、コピーしました。次、クラシックアコースティックギター。クラシックギター。クラシックギターは、全然もう何の変哲もないコードです。これをコピー。はい、次。アコースティックギター。こっちはジャズコードで弾いてます。ね、クラシックとジャズの融合ですね。91、91。はい、できました。次、クラシッククリーンは、クラシッククリーンは使えるね、あれが。よし、じゃあ使いましょう。クラシッククリーンは使える、あれが。よし、クラシッククリーンは91のやつが使えます。はい、ここにあります。バッチリあります。はい。はい、次、ハードロックギター。はい、ハードロックギターも、よいしょっと。はい、91まで戻りますと。はい、できました。次、アップライトスタジオベース。はい、ドン。はい、91から。はい、次、ピックとベース。これも持ってこれます。91。はい、ここにありました。あ、ピックとベースになってない。はい、なんともベースの人にとっては面白くないコードですね。はい、次、オーケストラキット。ああ、その前にこれをちょっと伸ばしとこう。はい、これ伸ばしときます。はい、で、オーケストラキットいきましょう。オーケストラキット。はい、オーケストラキットをいきましょう。はい、
オーケストラキットも、一応ね、ちゃんと91からやりましょう。いいですね。いい響きしてますね。はい。次。オーケストラキットの R。はい。で、これも91から。はい。はい。いいですね。次、太鼓ドラム。太鼓ドラムはここまで行っときましょう。はい。はい。ですね。太鼓ドラムはそこまで行った方がいいですね。はい。91だからここですね。はい。そう、ここまで。ここまでをコピペ。おっと！コピーする場所が間違っている。コピーする場所が間違っていた。はい、戻します。はい、カーソルがちゃんと戻ってませんでした。ここからペースト。はい、OK。次、デトロイトガラージ。はい、デトロイトガラージ。はい。も91から。はい、はい、次メタルドラム、メタルドラム、はい、91ここからですね。はい、はい。あ、違う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 。はい、ここからですね。はい、こんな感じですね。次、こいつを、おっと、分かれてるぞ。分かれないで。そう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 。はい。で、こいつの端っこに行って、はい。162まで。はい。伸ばします。はい。次、ローランド TR909。はい。シンセドラム。これは、前回の分を踏襲します。なので、131からですね。はい。131からコピーです。あれ？なんかコピーされないよ。なんで？なんで？なんかおかしい？なんかおかしい？なんかおかしいかな。なんかおかしいですか？あ、大丈夫。OK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 。はい。これを。147にコピー。はい。ちょっと、合ってるね。よし、OKOKOK。はい。で、次は、ベースです。ベース。残っていたベース。これなんですけど、逆になるんですよ。ベースが。だから、まず、これを147に持っていって、で、最初の8小節だから、これだから、
139から、139からを、はい、これをコピーします。まずで、131から131から146、違う、合ってる。131から138。そうそう、それで合ってる。はい、これで合ってる。はい、これでできた。はい、これで全部できました。はい。これいらないか。これいらねえな。これいらねえな。どうしようかな。太鼓ドラムの最後。162。やっぱりいらなかったな。163。これをやっちゃいけないんだな。はい。で、こっちもだな。ハープもだな。ハープもやっちゃいけないんだ。ハープもやっちゃいけない。はい。はい。はい。これで2が完成です。4の2が完成です。次は、これを3と4にコピーして、音を抜きます。はい、そういうことをやります。お楽しみに。 はい、ということで今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。